ティタ・フォンティース、ティタ・フォンティース、ジタ・フォンテーセ、本名、ヘザー・レネス・イート、1972年9月28日対は、アメリカ合衆国のバーレスクダンサー、モデル、衣装デザイナー、実業家、女優。バーレスクを復活させたジャンルである、ニューバーレスクの代表的なスターの一人であり、バーレスクの女王と称される。現在、ハリウッド在住。ミシガン州ロチェスターで三姉妹の次女として生まれた。母親はネイリスト、父親は技術士。イングランド、スコットランド、アルメニア、ドイツに由来を持つ。彼女の祖母の一人は、アルメニア人の混血であり、アングロサクソン系アメリカ人の家庭の養子になった。ティタは1940年代の映画的なスタイルと古典的なボンテージスタイルで知られていが、これは母親が好んで見ていたハリウッド黄金時代の映画女優や父親が購買していた雑誌プレボのランジェリーなどに強く影響を受けている。また、年老いても黒く染めた髪、長い爪には赤いマニキュアを施し、アイライナーを欠かさず自身を飾り立てることをしていた、おばの存在が、真のある、美意識の存在として一番影響を受けた、身近な人として応えている。5歳からバレエを習い、13歳で、地元のバレエ団に入団。もともとは、バレリーナ志望であり、自信も持っていた。後に、バレエの要素を、バーレスクのショーに取り入れている。カリフォルニア州アーバインのユニバーシティ高校に、通っていた。大学ではクラシカルな服装などの研究などもしていたが、やることがこれ以上ないとの判断により退学している。10代の時、母親が最初のブラジャーを彼女にプレゼントしたことをきっかけに、下着に凝るようになった。15歳の時からランジェリーショップでアルバイトをし、最終的にはバイヤーとして働いた。19歳で、ストリップダンサーになった彼女は、ストリップの世界があまりにも個性がないことに失望。複雑なダンスに小道具やキャラクターを加えた独自のスタイルを作り上げ、バーレスクダンサーの型に転身する。芸名はドイツの女優ディタ・パルロに敬意を表してディタを採用し、2002年12月に雑誌プレボに登場する際に姓が必要になったため、電話帳から探してフォントレセ。フォントリーズを選んだ。しかし、同氏が誤って決めたものと違う名前となってしまったが、本人が気に入ったため、現在の芸名になった。コルセットやラバーなどのフェティッシュな素材の洋服を身につけること、SM 的な行為などを本来から好み、フェティッシュモデルとしての仕事を、洋服やランジェリー、アダルトグッズのカタログなどを下半身もあらわな、モデルとして様々こなし、起用もたくさんされたために徐々にディタの知名度は広まる。長年にわたり、コルセットを着用した彼女のウエストは56センチメートルになり、コルセットを使用すると42センチメートルまで引き締まる。1999年、2001年、2002年に雑誌プレボで特集を組まれ、2002年には表紙を飾った。2007年のスペイン版カバーは、現在の知名度と本業を前面に出した撮影が行われている。同誌に掲載されたことにより一夜にして環境が変わったことを本人はコメントしており、現在も関連するイベント等には欠かさず顔を出している。90年代に自分のサイトにて写真などを公開。その会員制メンバーには著名人も何名かいたが、その中でも彼女の熱烈なファンだったミュージシャンのマリリン・マンソンは自身の PV、MOBSCENE出演を依頼。2000年から交際が始まる。2005年の12月、5年間交際していたミュージシャンのマリリン・マンソンとアイルランドで結婚した。式は無宗派で行われ、執り行ったのは映画監督のアレハンドロ・ホドロフスキー。彼女はビビアン・ウェストウッドによる紫色のタフタのガウンに、コルセット、マンソンは黒のタキシードで60名ほどの参列者の前で誓いを立てたという。2006年12月、ディタとマリリン・マンソンの離婚が発表された。6年にディタが離婚届を提出。一部では売名行為だったのではという意見や、金が目的だったのではなどと非難されたが、リカ自身はすでにセレブリティ相手の仕事もしていたため、知名度や金銭の目的を否定している。慰謝料などの話も出ており、長い間調停中で戸籍の上では夫婦だったが、2007年12月29日に法律上の婚姻関係の解消が発表された。2007年にはピーチ・ジョンのカタログ表紙を飾り、ワコールとの協賛により来日。来日中には、蜷川実花による撮影が行われ、京都観光も楽しんだ。ピーチ・ジョンのファッションショーの一環で、招待客のみを集めたパーティーで、リタは日本で初めてパフォーマンスを行った。このショーについては主催者のずさんな管理でトラブルが起きたものの、日本での知名度をかけた仕事は成功した。2005年からアメリカのコスメティック MAC にて、エイズチャリティのキャラクターアイコンとして、口紅の広告モデル及びパフォーマンスを世界で行っている。パフォーマンスは MAC のリップスティックをモチーフしたショーであり、アジア圏では韓国でショーを行っている。モスキーノやジャン=ポール・ゴルチエのショーに出演したり、ルイ・ヴィトンのパーティーでパフォーマンスを披露するなど、ハイファッションの世界ではファッションアイコンとしても知れている。際どいと言われるものがもともと好きだったために、ヌードなどに対しての仕事には恥を感じていないと語っている。本業としているバーレスクのショーでは、クリスチャン・ルブタンやスワフスキーなど、ハイクラスのスポンサーがゴージャスなショーを一層際立てている。なお、クリスチャン・ルブタンとリタは親友であり、クリスチャンはことあるごとにリタ専用の靴を作っている。リタの家にはクリスチャンが作ってくれた靴専用のコーナーがある。イギリスにおいてリキュールのコ・アントローが2007年の新しい顔として選抜。2年間のアンバサダーを務めることになっている。アメリカにおいてニューバーレスクは芸能としての認知度が高く、カンヌのレッドカーペットに呼ばれるなど、若者からは強い支持を受けている。現在のアメリカではセレブリティとして扱われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。